ふむふむ。雰囲気を良くする選手か。どのスポーツでもそんな選手がいればチームの士気が高まるよな。ということで皆さんこんにちは。六道聖だ。本日はどうもよろしく頼むぞ。雰囲気を良くするのはパワプロでいうムード丸だ。川星穂村室長が持っているな。お客さんか。どうぞ入ってくれ。どうも、パワプロ5億円事件のイザヨイルナです。よろしくね。ルナさんか？そうか。そういえばムード丸だったな。何よ、なんか言いたそうね。な、なんでもないぞ。それで今回の相談は何だ？今回はムード丸をつけられた選手を紹介してほしいの。これつけられたら結構嬉しくない？確かにそうだな。それじゃあやっていくぞ。開始だ。それではこれからムード丸をつけられたプロ野球選手を紹介させていただくぞ。まずはムード丸の簡単な説明をさせていただくぞ。パワプロのムード丸とはベンチ入りすると味方の選手のミートとパワーが5増えるという特殊能力。効果は重複しないが、パワプロで強力な特殊能力の一つと言われているんだ。実際にこの能力をつけられた選手は雰囲気を良くする人物で、チームメイトに一人いたら心強いな。また、この能力をつけられた選手は知らない子供たちからすれば人としていい選手と思われる。人間性を肯定されているような能力だな。へえ、確かにこれをつけられたら嬉しいよね。まずは岩本勉選手だ。岩本選手は1989年ドラフト2位で日本ハムファイターズに指名された選手。1年目2年目とあまり活躍できず、さらにイップスとなり選手人生を危ぶまれたが、3年目に復帰し4年目に月間 MVP を獲得。そこから最多13勝を挙げるなどして活躍した選手だ。そんな岩本選手はパワプロ後にてムード丸の特殊能力を持っていたな。パワプロ後の発売日って1998年3月26日だから1997年の成績が反映されてるのね。ああ、その通りだ。おそらくこの当時はチームメイト内の評判というのもあるが、メディアへの取り上げという部分も影響していると思われる。毎度の掛け声がトレードマークでオフシーズンはテレビに引っ張りだこ。プロ野球珍プレイ、好プレイでは彼のコーナーは毎回放送されていたそうだ。すごいわね。オフシーズンにこんな仕事が舞い込むなんて。愛称はガンちゃんでヒーローインタビューでは1、2、3、毎度の掛け声が岩本の代名詞として知られ、ナイジェル・ウィルソンや下柳剛などもヒーローインタビューで毎度連呼していたとのこと。積極的にパフォーマンスを行ってチームというよりも球場全体を盛り上げていたって感じだな。エンターテイナーとしての実力もあるのね。ただ同学年の新庄さんが移籍加入した2004年以降はあまりパフォーマンスを行わず、新庄さんに任せることが多くなったらしいぞ。まあ、あの人以上のパフォーマーはいないからね。昔から陽気な関西人として笑いを届け、チーム、観客ともに笑顔を与える。まあ岩本さんの YouTube チャンネルを見るとオープニングからその様子は伝わってくるよな。毎度どうも俺の時間やでってテロップが出て、いきなり3人に分裂しますからね。初見で見るとインパクトすごいですよね。今だと YouTube を見るとその表金さがわかるかもしれないな。テンションも高いし、オープニングとエンディングでめっちゃ主張してくるからな。確かにムード丸というのは納得だな。こういう選手は球団的にも一人は欲しいわよね。続いて若い元康選手だ。若い選手は PL 学園、社会人の日本石油を経て1988年南海ホークスに入団。高校大学社会人で全て日本一を経験していることから即戦力として期待が高く、1988年の開幕戦では三塁手でスタメン出場した。しかしシーズン後半レギュラーの座を失い、その後は代打の切り札として活躍することになったな。指名打者と代打がメインの選手だったのね。そんな若い選手はパワプロ6でムード丸をつけられているな。パワプロ6は1999年3月25日に発売したゲームなので、1998年の査定が考慮されているな。なぜこの査定をつけられたのかというと、主な要素として若いダンスが挙げられる。若いダンスって何なの？ああ、若いダンスは福岡ソフトバンクホークスの応援歌の名前だ。歌詞はこんな感じ。チャンスに強いガッツマン我らの選手名の時に左右に動く振りがあり、この動きから若いダンスと呼ばれるようになったんだ。このテーマが若い選手の応援歌に使われていたの？そうだ。若い選手の現役時代の応援歌でやってみると楽しいチャンスのテーマなんだ。引退してからもこの曲は演奏されていたが、最近あまり演奏されないようだな。
若い選手というよりもファンが楽しいって感じなんだね。まあ代打で試合の雰囲気を盛り上げたってイメージだろうな。当時彼は代打の切り札として重宝されるような選手だった。打率もよく重要な場面でしっかりと打ち結果を残す。性格や態度もあるだろうが、そういう場面で打ち試合の雰囲気を作り出すところがムード丸につながったんだろうな。確かに、代打として期待されていなかったら切り札なんて言われないよね。続いて中畑清選手だ。中畑選手は1975年ドラフト3位で巨人に入団した選手。駒沢サンバガラスと呼ばれた平田薫、二宮至と共にドラフト会議の目玉としてマスコミに注目された選手だ。当時は王、張本、土井、高田など巨人チート打線が並んでいたため脚光を浴びることはなかったが、1979年に一軍に定着。そこからずっと活躍し続け打率3割いく、いかないを繰り返し通算1294安打、171本、564打点を記録。14年間巨人一筋でプレーした選手だ。そんな中畑選手は OB 登録されたパワプロ99からパワプロ2009までずっとムード丸をつけられている。まあ、全作品つけられているって思っといていいぞ。へえ、すごい評判のいい選手だったのね。うむ、それもそうだが、中畑選手の口癖の影響かもしれないな。中畑さんの口癖は絶好調。どんな状態でも彼はそう答えていたそうだ。なぜこんな口癖になったかというと、長嶋茂雄監督に調子はどうだと聞かれた際、まあまあですと答えたら、土井正造コーチにそんなんじゃ、使ってもらえんぞ。いつも元気よく絶好調ですと答えろと言われたのがきっかけだったそうだ。他にも陽気な言動と闘志あふれるプレーで注目を集め、ベンチで誰よりも声を出し、当時ジャイアンツ愛はナンバーワンと言われていたそうだ。確かにこれだけ聞いてもなんかすごく応援したくなる選手ね。最後の試合は日本シリーズ第7戦。6回表に代打で登場し、ホームラン。笑顔でベンチに戻ったが、裏で号泣したというエピソードがあるな。最後にホームランを打つってかっこいいね。なんか話を聞いただけで泣けちゃうよ。この人ならムード丸は納得。明るく結果を残しチームを支える。最高の選手だ。そして最後にフリオ・フランコ選手だ。フリオ選手はドミニカ共和国出身の野球選手。1995年にシカゴホワイトソックスから千葉ロッテマリーンズに移籍。シーズン途中から不動の4番を任されリーグ3位の打率3割6厘、10本、58打点を記録しベストナイン、ゴールデングラブを受賞。さらに1998年に再びロッテに復帰し40歳にして打率2割9分、18本塁打、77打点を記録しベストナインに選出。MLB、NPB ともに活躍した選手だな。そんなフリオ選手はパワプロ語でムード丸をつけられている。へえ、外国人選手で珍しいわね。なんといってもフリオ選手の日常生活や練習態度まで野球に真摯に向き合う姿勢。メジャーの現役大物プレイヤーだからといって調子に乗らず、多くのマリーンズナインが感銘を受ける存在。人間的にも野球選手として見本になるべき人物で、多くのファンから愛された選手だ。1995年で MLB に復帰するため帰国したが、いつか必ずロッテに帰ってくるという言葉を残して、なんと1998年に選手会の強い要望でロッテに復帰。自己管理能力も高く大谷翔平のような管理能力があると思っていいかもしれないな。記事を見てみたけど、とにかく野球が大好きで引退したいという気持ちはなかったみたい。野球選手になるため惑星に生まれてきた、という名言まで残しているわ。まさにプロフェッショナルだよな。本当に好きな人ほど高みを目指し続ける。こういう人に憧れてしまうよな。本当にかっこいいわね。以上がムード丸をつけられた4選手だ。他にもつけられている選手はいるので、今後できたら動画にさせていただくぞ。了解です。それじゃあまとめいくぞ。今回紹介させていただいたムード丸は岩本選手、若井選手、中畑選手、フリオ選手。全選手それぞれの魅力があり、雰囲気、結果、努力。一人一人違うがプロ野球選手として最高の選手たちだな。なるほどねー。やっぱりプロ野球選手になるには一筋縄ではいかないわね。ところで私ってどの部分がムード丸なんだろうね。美人な部分じゃないか。ってことは年取ったら、おばさんになったらどうなるの。そりゃ多く要求するくらいだし、ムードバツつけられるに決まっているだろ。あ、あんたふざけんじゃないわよ。むしろ精神的支柱つけられるくらいでしょ。はいはい、皆さんも良ければムード丸つけてほしいプロ野球選手いたらぜひ教えてくれ。
それじゃあ今回はこの辺で。それでは、じゃあね。